それから次にですね、県立大学の新棟の基本設計についてでございます。でこれはこちらの模型もご覧いただいたらと思いますが、まず最初にお手元資料で先に見てもらった方がいいかもしれません。まず1枚目はですね、整備の基本方針として4点挙がっております。まあ、魅力的なキャンパス作り、学生を大きく伸ばす学びの場作り、また地の拠点としての大学作り、地域に開かれた潤いある環境作りということでありまして、建物の規模等はご覧いただいた通りであります。で特徴のところを見ていただきますと、富山のアルミ技術を生かしてデザインとした地域のランドマークとなるシンボル的な外観にしたいとか、学生や教員の交流を創出する明るく開放的な吹き抜けホールやアカデミックモールを作ったとか、とうとう、4番目は、太閤池周辺の緑豊かな環境と調和して、県産材を使用したですね、木造の学生会館も作ったというふうになっております。総事業費約82億円ということでございます。から今後の予定は、今年7月ぐらいまで実施設計いたしまして、着工は来年の1月、そして完成は再来年の12月。で、供用開始は平成32年の4月という予定になっております。で1枚おめくりいただきますとですね、この左上はですね、完成のイメージ図を調換したものでございます。から右側の大きな写真、完成イメージ図は、西側のですね、県道の方から、この建物を見たものでありまして、左に建物構造規模とありますように、1階から9階までございます。で、全体として地域のランドマークとなるシンボル的なデザイン。また建物外周部に設けるメンテナンスバルコニーの外にですね、富山の地場産業で作るアルミスクリーンを設置する。これ日差しを遮る効果と、建物のいろんな配管を少し包み込むといいますか、隠すというか、そういう機能も持っておりますが、富山らしい外観を演出すると。またアルミスクリーンのカラーはですね、高岡の伝統産業に使われる銅とかアルミのシルバーの2色を組み合わせている。また東西に走る軸線をキャンパスプロムネードと、これをガラススクリーンとする。西側の県道から見て一目でわかる大学の新たなエントランスゲートを想像すると。とうとう書いてございます。また高層部は、コンパクトなコの字型の形状としてですね、既存のする建物、本部棟とかそういうものにあまり圧迫感を与えないようなデザインにしているということであります。からもう一枚めくりいただきますと、ここで、見ていただきますとですね、後で詳しくは、いずれにしても図面を見ていただければと思いますが、ここで、この赤の動線、こっち側の西側の県道でありまして、この赤の線がなっておりますが、これが、キャンパスプロムナードということになります。それから、キャンパススパインというのが、ここのラインですね。それからこのブルーの線になっているのが、アカデミックモールということで、こういう線になっております。で、アカデミックモールはですね、ここの図書館から、大講義室まで、こうやって学生会館の方に向かう、軸線に、なっております。だからキャンパスラインというこの外側はですね、
本部島から太閤域に向かう軸線で、まあ、この下に新島のアクティブラーニングとかラーニングコモンズとかテラスとかなんかつながってます。それから東西のですね、この赤のキャンパスプロムナード、これはキャンパスの顔となる東西につな新島と東西につながる、まあ、線というふうになっておりまして、まあ、ちょっとこれをですね平面で見たのがこの3ページの右上のここののになります。大体今のような説明でお分かりいただけるかどうかわかりませんが、この太閤駅に当たるところがこの絵でいうとこの上から見たこれですね、それからこちらが、今までの本部と図書館で、ここにさっき言ったようなものが載っているということでありまして、3ページにあるのはですね、ここのこちらの方に線があるのは、この東西に来たらこうなりますよと、それからこの線は南北に切るとこうなると、こういう説明になっているわけでありまして、ここにはちょっと説明していると長くなりますので、ご覧いただきたいなと思います。から最後にですね5ページをご覧いただきますと、ここに太閤池周辺の環境と調和したですね県産材を活用した木造の学生会館、これを、まあ、今回、整備することになっておりまして、太閤池周辺の緑豊かな環境と調和してですね地域にも開かれた新たな交流場としたいと。またホールとか談話室なんかはパブリックなゾーンが太閤駅に面した開放的な作りとすると。また壁面や天井面の仕上げ材、構造材に県産材を使いまして、ぬくもりと安らぎが感じられる空間にしたいと。この図面のこれを見ていただくと、これ内部から見たものですけれども、多数の学生さんも集まって例えば音楽サークルの発表会とかいろんなことができるようにするために、まあ、天井高もですね平均7メートルぐらい、一番高いところもちょっとあるんじゃないかと思いますが、そういうふうに取りまして、開放的な、まあ、空間にする。またこの5ページの右の下見ていただくと、このテラスも設けまして、になりますが、太閤駅なんかも眺めてですね、学生さんなどが安らぎを感じる場にしていきたい。まあ、大変立派なキャンパスになるんで、私ももう一度学生に戻りたいなという気がいたします。